願いします。ありがとう。渓谷だと4時出航なんですけど、もう2時前には出航しました。早いな、だいぶ。綺麗ですね。変わらず船結構揺れてんな。日焼け止め買っといた方がいいよな。よし、よし、乗るぞ。今日泊まるホテル吉里さん。ちょっとね、古い方のお部屋だからめっちゃ安いんですよね。ゆっくりできそうな和室、一泊で、2食付きでなんと5700円、めっちゃ安い。激安やのにクーラー無料で使えるってなんかめちゃめちゃ良心的やん。共用スペースにレンジ、ポット、あと冷蔵庫もある。なんかこう懐かしい感じの流し台だ。こっちは普通のお部屋スタイルか。南大東島のマグロジャーキー、これちょっと買おうか。電動アシスト自転車借りたんで島中走り回りたいと思います。信号あるけど多分ここだけではないんだろうな。なんか看板が出てきましたね。ここシュガートレインのトロッコ軌道跡、線路の跡が残ってます。こうやってサトウキビを乗せた汽車が走っていたようですね。空いてる時間が限られてるから早めに買っとかんと。明日のチケット買っておきました。那覇まで5790円。チケット売り場の近くに南大東島開拓100周年記念碑がありました。すごい大きいな。開拓の謎、こちらもあれですか、玉木半衛門という方ですかね。この方、隣はキャンプ場になっております。すぐそばに琴平神社がありました。このような感じの廃所になっておりますね。なんかすごい年季の入った建物見つけた。こちらは旧ミラー小屋、すごいな。廃墟、あ、中には柵があるんでちょっと入れないですね。いい廃墟日だ。これなん
中の水槽とか、この下のところが西港になってますね。クレーンがあるからここから船が出ることもあるみたい。上からボイラーの後見上げといい眺めやな。ここはコロジノパーク、いい感じの公園ですね。向こうにいい感じの東屋があります。眺めいいな。いやほんといい眺めだな。めっちゃ気持ちのいい眺めや。多分あそこが星野堂でしょうか。星野堂到着いたしました。星野堂の駐車場に到着いたしました。ここは受付か。ここでチケット買いました。5時までに出ないといけない。入道料は1000円です。帰りはエスカレーターで登れるみたい。すごいすごいな。うわ結構なんか奥まで続いてんちゃうか。あ絶景鍾乳洞や。これどっち行ったらいいんや。とりあえず上の方行ってみようか。こっちも結構続いてるっぽいな。8番、いきなり逆側から来ちゃった。それカーテンという鍾乳石すごい。9番の石柱すげえ、めっちゃ巨大な柱が出来上がってる。こちらは10番スポット。ヘリクタイト、すごいなここら辺。本当綺麗な岩。ここが右側の行き止まりか。12番、この一番奥のところでは本当さまざまな鍾乳石が見れます。うわなんちゅういい眺めや。分岐点まで戻ってきた。次は左行こう。こっちなんかある。こちらは3番スポット、つらら石。すげえつららいっぱいある。どんどん奥進んでいこう。4番スポット、ここから石柱や石順が見えます。こっちもすごいな。ここは5番スポットの石順、本当にもうタケノコみたいに下からニョキーンと出てる。なげ。この辺りにソーダストローというものができております。すごいなあれ、もう下までひっついてる。ここは7番スポットの石順、すごいもうギリギリでくっつきそうや。帰りはエスカレーターで楽ちんや。ここなんで星野洞っていうかというと、星野さんの洞窟だからだそうです。圧巻の鍾乳洞やった。こんなね、サトウキビ畑の下にこんなところがあるなんて。ここに夕日の広場があるようだ。うわ何この道、気持ちいいわ。夕日の広場いい感じのとこやな。東屋もあって雰囲気いいですね。ちょうど西側向いてるんでね、夕日が綺麗に見えそうです。ちょっとまだ時間が早いですかね。この下崖落ちたらやばい。すごいいい眺め。南大東漁港にやってきました。すごいな、大きな漁港です。すごく壮大な漁港です。港から先ほど見た北大東島も見えております。平成12年頃からどんどん新しくなっていってるんですね。いやもう本当南国ですね、こういう植物見てると。ここ左に曲がると今日上陸した北港に行けますね。まっすぐ行って、バリバリ岩まで向かいます。バリバリ岩まで、そこそこです。あったあった、ここですね、バリバリ岩。バリバリ岩の駐車場に来ました。結構止めれますね。この先がバリバリ岩のようですね。なんかもう入ってすぐに
それらしきものが見えてきました。これがバリバリ岩、なんと年間に7センチもなんか移動してってるようですね。多分ここが切れ目になって分かれてってるってことですかね。なんか大地の自然の恐ろしさを感じますね。この道はどこまで続くんだろうか。歩き終わったかなと思ったらまだ道が続いてる。ちょっとここら辺は細いな。うわ、結構なんか続いてんぞ。ちょっとなんか奥の方はなんか植物がなんかこう倒れててね、なんか進みづらいですねと思ったら、なんと洞窟っぽいとこ見っけた。足元滑る、マジ気をつけよう。ちょっとぬかるんでる。うわすげえ、これなんか海に向かって続いてるんですかね。光が見える。これなんかこう多分カメラ越し見るとそんなに急に見えないと思うんだけど、なかなか急ですねこれ。多分滑って落ちたら多分大変なことになるから、ちょっとこれはマジで、帰ります。これは絶対危ない。うわほんとおっかなかった。帰り道の光景も本当なんかすごいなんか神秘的ですね。それでは東の方へと進んでいきます。犬にめっちゃ追いかけられた。やべえ、犬にめっちゃ追いかけられた。ビビった。ため息ありますね。ここで曲がったところに元場海岸があるようです。ここがどうやら海岸の入り口か。ゲートだけど今日は大丈夫みたいや。元場海岸までやってきました。すごいなこれ、なんかいい感じのサンゴ礁、下まで降りれるっぽいわ。今干潮時間なんかな。すげえ、何これ、天然のプールができている。ここなんかマジで泳げそうな気がせんでもないな。全然なんか泳げそうよ。ちょっと泳ぐのは怖いよな。こっちは展望台になってんのかな。ここからも結構いい感じの眺めが見えます。北大東島もちゃんと見えてます。なんだあの建造物は。あれは南大東ファームポンドというみたいだ。ほんと一面のサトウキビ畑。シュガートレインの軌道跡が残っておりました。昔はこういった車両でサトウキビを運搬していたんですね。と地味に雨降ってきちゃったよ。困るな。ちょっとこんなとこで雨降られたらきついな。新東地区の集会場にやってきました。マジ雨宿りさせてもらおうかな。ここが秋葉神社への道。鳥居が見えてきました。どうやらこの奥が秋葉神社のようです。ここが秋葉神社のようです。もってなんかちょっとこじんまりしてますね。こっちに空港跡があるようです。ここ島丸ごと館というところみたいなんですけど、なんか今もやってないんかな。気配がない。ひまわり畑にやってきましたけど今咲いてないなこの時期さすがに。ひまわり畑の代わりにサトウキビ畑がある。なんかすごいもん見っけた。ここ南大東村闘牛場だったところみたいです。もう今はね完全にもう草木が生えて使えなくなってるんですけど、やっぱりなんかこういう離島ってなんかこう闘牛場みたいなね、なんかそういうなんか習慣ありますね。
はい、帰ります。太陽が眩しいよ。氷炭池が見えるところまでやってきました。向かい側にあるのは大東寺というなんかお寺だったところですね。ここ大東寺跡になってる。隣はウフ上がり安らぎ会館。ウフ上がりとはあの南大東島のことですね。月見公園やってきました。月見公園には駐車場も完備。これは南大東島の損傷でしょうか。公園の中に東屋がありました。ここから氷炭池を眺めることができます。沖縄の遊具ってなんかすごい充実してんな。なんかすごい運動器具みたいなのが充実した公園ですね。月見橋渡って氷炭池の上を通過していきます。橋の上から氷炭池がよく見えていい眺めです。橋の入り口に何か歌が書かれておりますね。集落の方に戻ってきました。電動自転車バッテリー切れそうなんで新しい予備の交換してもらった。夕食は4階で、ここ4階だから辺りが 見渡せていい眺めだ。すごいめっちゃうまそうな夕食だ。すぐそこのケンちゃんストアで日焼け止め買おう。やった、日焼け止めあった。よし、なんとか日焼け止め調達。では今回の旅2回目の洗濯を行います。無料なんてマジで神やわ。綺麗になった。ここに干してもいいんですかね。共用のシャワールーム、なかなか広くていい感じです。先ほどシャワー浴びてきましたけど、36時間以上ぶりのシャワー、めちゃめちゃ気持ちよかった。もう船大東の中でね、船内泊やったのでシャワー入れなくて大変やったんですけど、今シャワー浴びてクーラー当たってめちゃめちゃ気持ちいいっす。では夜になって何か食べに行きたいと思います。のすげえ人集まってる。スナックとかお店が立ち並んでますね。なんとスロットのお店ある。ちょっとここで食べてみようかな。ロクさん、まずは3ピンチ。美味しそうな魚のフライが来た。黄色いカレー、黄色いカレー、本当に黄色い。具が沖縄っぽい。1500円分いただきました。最近開業したお店のようですね。このお店10時までやってるみたい。珍しい。もう9時半ですけど、ちらほらお店開いてますね。それでは宿戻ります。それでは今日南大東島で買ったものを食べていきたいと思います。胃に優しそう。硬い。
こっちの方がちょっと柔らかくて食べやすいかな。沖縄本島離島の旅6日目が終了しました。本日は北大東島を一周して南大東島にやってきました。明日もう少し南大東島を回って那覇に戻りたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。6時前起床、すがすがしい南大東島の朝です。南大東島で見る太陽、なんだかいいな。それでは朝食いただきます。わあ、うまそうな朝食だ。それでは7日目スタートします。昨日回りきれなかったところね、回っていきたいと思います。いや、本当は辺り一面のサトウキビ畑、集落を守っている防風林ですね。なんか看板が見えてきました。ここフロンティアロードというようです。この道がフロンティアロードなのかな。なんかところどころね、花が咲いております。もっとシーズンになったらね、たくさん花が咲きそうですね。それではさらに奥まで進んでいきましょう。この先が海岸か。すごい、めっちゃいい道だ。あ、海岸見えてきた。塩屋海岸にやってきました。わー、いい感じ。すげー、ここから荒々しい海が見えます。こっちすごいことになってる。なんか天然のプールみたいなのが出来上がってる。思っていた以上にタイドプールがいくつも出来上がってます。きれい。階段があるんでね、ここ降りて良さそうっすね。すげえ、いい眺めだ。ここ入っていいんかな。なんか普通に入れそう。じゃあちょっと GoPro 着水させたいと思います。ちょっと岩がゴツゴツしてて、泳ぐのはなんかちょっと危険そうな気がする。au 沖縄セルラー基地があります。この奥が亀池港ですね。船でここに上陸することもあるようです。これが監視所跡への道。ちょっときついな、これ。日の丸山展望台にやってきました。ここすごい景色がいいみたいです。すぐに展望台が見えてきました。すげえ、ここ思った以上かもしれん。ここ思ったより標高高いんですね。多分南大東島で一番高いところにあるんじゃないでしょうか。めっちゃ見晴らしい。いや、本当にこう南大東島を一望できます。素晴らしい眺めだ。ここは沖縄戦の時旧日本軍の陣地だったようですね。やっぱそれだけね、あの見晴らしいから防衛するのにも最適ですね。下を見るとなんか残ってますね。もしかしてあれが日本軍のなんか陣地だった場所でしょうか。なんか木の軸が残ってますね。シュガートレイン軌道への道、通行止め。
シュガートレインの線路跡が残っておりました。特に看板とかは見当たらないので、ちょっと何も気づかずに通り過ぎてっちゃうかもね。ここにもシュガートレインの線路跡残っておりました。シュガートレインの車両は確かふるさと館に展示されてるんでしたかね。後で見たいと思います。ここをね、汽車のようなものが走ってたと思うと感慨深いな。海軍防プールにやってきました。これなんだろう、それパックリ割れてんな。南大東島東海岸植物群落。すぐ近くに展望台がありました。アダンの実がなっておりますね。すげえいい感じの展望台じゃないですか。うわ、すげえ。この下にあるのは海軍防プール。すごいな、本当にプールになってる。なんとなくここは安全そうな気がするので、ちょっと入ってみようかな。急な坂を降りると海軍防プール、いい眺めだ。降りてきたところめっちゃいい眺め。半分天然半分人工といったところでしょうか。海水が流れ込んでくるので魚も泳いでおります。たまには私も海に入ってみたいと思います。うわ、 GoPro 着水。普通に魚が見える、中央に映ってるの見えるかな。ちょっとグレーの魚かわいい。さすがにちょっと完全に入るのが怖いからこれぐらいにしとこう。岩滑って怪我しそうだから、入るときは本当自己責任の方がいいと思います。海に入る人や潜る準備してる人もいる。もうちょっとね、遊んでたいんですけど、ちょっと滞在時間がねあるんで出ます。結構車止まってますね。南大東空港、かなり北と外観が似てる。こっちはな、土産物屋がある。食事もある。マジかよ、でっけえカエルおる。口開いたまんまや。死んでるっぽいな。拳の大きさぐらいある。結構カエルの死骸が落ちてますね。こいつなんかひっくり返ったまま死んどる。ここが展望台の入り口か。あ、なんかすげえとこ来た。大池展望台までやってきました。一応ね、駐車スペースもねあります。いろんな展望台登ってきたけど、なかなか珍しい形の展望台ですね。展望台の端っこまでやってきました。この辺りヒルギの群落ですね。これがヒルギかな。めっちゃ鳥の鳴き声が聞こえる。バードウォッチャーの方にはすごいおすすめかもしれない。めっちゃのどか。なんか池が見える。ここに水門があります。ここからもなんか鳥が見える。こちらは北周回所。
田集会所の正面とこ来ました。こうか。大池のおひるぎ群落の入り口にやってきました。ここになんか遊歩道ありますね。多分この周りに咲いているのがおひるぎでしょうか。なかなかちょっと暗くて怖い雰囲気ですね。うわ、なんか水の中になんかおる。どうやらここが端っこのようですね。1分ほどでもここまで到達できます。奥にはなんか池が見えます。なんか本当になんかいろんな生物が住んでそうですね。急いでホテルの方に戻りたいと思います。大東神社の入り口にやってきました。こっちが駐車場か。大東神社入り口の向かいに駐車場があります。この参道なんか神聖な雰囲気感じる。なんか周りは苔むした池と睡蓮。ちょっと広めの境内に出てきました。すごい、何かの記念碑があった。手前には土俵がありますね。やっぱりこの島、相撲が深く根付いてるみたいだ。では神社の中入っていきましょう。なんかすげえ神聖な雰囲気だ。あー、なんかありがたい。こっちにもなんかある。大東大コウモリだって。なんかここなんか確かコウモリの森なんですかね。なんか日本国内のコウモリの中でなんか最も美しいコウモリらしい。この森の中入れんのか。わあ、なんかすごい雰囲気やな。ここにコウモリ出たらちょっと怖いかも。あ、こっちからも外に出れるっぽい。ここに玉木半衛門の碑がありました。後ろは幼稚園か。幼稚園の前に教育立村と書かれてます。良い言葉だ。この岩は何なんだろうか。島唯一の信号っぽいですね。吉里に戻ってきました。バッテリー切りかけ寸前だから島一周は難しいかも。2回に分けて1回充電した方がいいかもしれないですね。チェックアウトを済ませました。もうしばらくでちょっと集落散策したいと思います。今日は1時10分に西港から船が出るので12時半ここにまた集合のようです。こちらはティーダヌヤーというお店。感じの袋に入れてもらいました。割と新しめの薬局がありました。こちらは余儀商店。ここにガソリンスタンドもありました。 CA 沖縄東南大東支店。すごい、黒糖の試食ができる。南大東島の地図が描かれております。広い運動場ありました。郵便局、なかなか立派な建物です。取り集めは1日2回ぐらいあります。こちら南大東村役場、立派な建物ですね。ふるさと文化センターにやってきました。手前にシュガートレインが展示されております。すげえな、なかなかの姿。ちょびちょびね、島の中でレール跡を見たんですけど、こういう汽車が走ってたんですね。こうやって奥にサトウキビを乗っけながら。これは客車ですかね、もしかして人も運んでたのかな。
もともとは鮮やかな青色だったんでしょうけども、だいぶ色が剥げてますね。なんとここにも土俵がありました。大人1名200円。すげえ、昔の紙幣めっちゃ飾られてる。これ米軍統治下時代の通貨だったんだ。独自の通貨だったんですね。この島の人たち長生きしそう。この島固有の生物も多くいそうですね。ふるさと文化館の前に像がありました。ポール・ダブル・キャラウェイという中将の方の像のようです。光公園にやってきました。とにかくなんか広い公園ですね。広いけどこれといって何かある感じの公園でもなさそうですね。草ぼうぼうだし。ここが土俵跡ってのはちょっと考えすぎかな。お食事どころ、光ただいま準備中か。夫婦松、夫婦松かな。ちょうど仲良く並んでおります。池の沢集会所がありました。すぐそこがもう学校。ここが南大東小中学校のようです。南大東村の幼稚園ありました。一通り見終わって自転車返したいと思います。最後にちょっとここで大東そば食べていこうかな。いちご一会というお店。大東そばと大東寿司のセットにしよう。大東寿司と大東そばを一気に味わえるお得なセットだ。1100円で南大東島の名物一気に食べれて大満足です。送迎の時間まで待機します。西高に向かいます。西高に到着しました。南大東島から那覇まで5790円。もう定石券売り場はねもう閉まってます。早めに買っておかないとね大変なことになります。多分このバスで移動していくんかな。すげえ、この家めっちゃスズメが集まっとるやん。トイレあるから安心だね。奥の方にはいい感じの遊具がありますね。長屋橋の先にもなんか東屋見えますね。この奥の方はボロジノパークというみたいです。東屋のところから景色見てみましょう。なかなか眺めいいですね。
車揺れる。上すげえ、左右に揺れて気持ち悪い。上のラックに荷物置けます。悪くて両方ともほとんど見えなくなった。今日買ったもの食べたいと思います。多分あれは渡嘉敷島や前島。いい旅だった。それでは休む間もなく次の島に向かいます。少しだけ泊まりんで休憩していきます。よし、おったけ、次の目的地は渡名喜島。2750円、あらかじめ乗船券買ってます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。